コンビニで夜勤のアルバイトをしていた時の話。入って3ヶ月くらいのある晩、同じ夜勤の人間で、その日は深夜1時に上がる予定だった先輩が、今日は明け方まで残ってもいいかな？と私に聞いてきた。うちの店は深夜1時までは2人制、1時から翌朝6時までは1人での勤務になる。別に構いませんけど、どうかしたんですか？その日は特別な仕事もなく、残業をする理由などないはずだ。仕事じゃないよ。タイムカードももう切ったしね。ただ、事務所にいさせてくれればいいんだ。レジ内の扉の先にある狭い事務所。横に長いスペースに、事務用のパソコン机、更衣室、在庫品用の保管棚が並んでいる。二人がなんとか通り抜けられるような部屋。そんな場所に、あと3、4時間もいたいというのだ。先輩の家すぐ近くでしたよね。歩いて5分くらいの。鍵でもなくしました。私が尋ねると、先輩は苦笑いを浮かべて、こう言った。ちょっと確かめたいことがあるんだ。笑わないでくれよ。先輩の話によると、一人で夜勤をしている際、事務所にいると、誰もいないはずの店内から。すみません。と、声をかけられることがあるという。来客を知らせるチャイムが、風や振動などで誤作動を起こしたり、逆に、人が入ってきてもならないということは、たまにあることなので。はい、お待たせいたしました。と、レジ内の扉から店に出ると、店には誰もいない。また別の日、事務所で作業中。すみません。と声をかけられ、今度は扉近くの事務机で作業をしていたため、すぐさま店に出るがやはり誰もいない。さらに別の日、またしても聞こえてきた。すみません。の声に、素早く防犯カメラのモニターを見るも、店内はもちろん、店のすぐ表を映しているカメラにも誰も映っていない。こんなことが週に1、2度はあるのだという。君はそんな経験ない？先輩は、最後にそう尋ねてきた。自分も週に2回ほど夜勤をしているが、そんなことがあった覚えはない。私が首を横に振ると先輩は、そうか。と再び苦笑いを浮かべて、とにかくよろしく頼むよ。と、事務所に入っていった。それから2時間が経ち、深夜3時。その日は来客もほとんどなく、先輩の協力もあって、作業も早々に片付き、私たちは事務室でおしゃべりをしていた。人客話が盛り上がり、私がのんきにも先輩が残っている理由を忘れかけていた。その時、すいません。自分のすぐ後ろ、店内へと続く扉の向こうから、声が聞こえた。先輩の話を思い出した私が先輩を見ると、モニターを見ていた先輩は、私の視線に気づき首を振る。やはり誰も映ってはいない。内心焦りながらも私が、レジ近くにもカメラの死角ありますし、一応確認してきますね。と、店内に出るために扉に手を伸ばすと、待て。先輩が突然声を張り上げた。驚いて硬直した私に先輩は、これ。とモニターの一部を指さす。先輩の指さす場所。モニターに映ったレジ内部。防犯カメラの死角ギリギリに映る、事務所への扉の下半分。そこに、黒く長い髪と、女の足が映っていた。それも立っているのではない。カメラに映った部分からその女の状態を考えると、壁にしがみついているのだ。壁に張り付いているような女の足。そして膝から上を覆い隠している長い髪。モニターにはそこしか映っていない。私は振り返れなかった。自分のすぐ後ろの扉の、ちょうど私の胸元から頭頂部くらいまでの位置にある、一辺50センチメートルほどの正方形の窓。マジックミラーになっていて、向こう側からは覗けないはずのこちらを、女が見ているような気がしたからだ。
消えた。先輩の一言に我を取り戻すと、すでにモニターの中には誰も映ってなかった。今度こそ本当に誰も。その後、私は先輩に頼み込み、私の勤務終了まで残ってもらうことになった。それから月末までの半月間、私は内心怯えながら勤務に当たったが、その後、霊の声を聞くことも、モニターにあの女が映ることもなかった。そして翌月、先輩が店を辞めた。気になってオーナーに話を聞くと、私と共にあれを見た次の日の晩、オーナーから防犯カメラの録画した映像を見る方法を聞くと、翌朝には辞めさせてほしいと言い出してきたのだという。何なんだろうね。悪いことをしてたわけじゃないとは思うんだけど。不思議がるオーナーから、録画した映像の見方を聞き出すと、私は一人になって、すぐにその映像を見た。あ？私は合点が言った。それは先輩が残っていった日より前、先輩が一人で夜勤をしていた晩。誰もいない店内からの声に応えて、店に出る先輩が映った映像に、やはりそれも映っていた。カメラの死角ギリギリの事務所への扉、その壁にしがみついているかのような女の足と髪。そして扉が開き先輩が出てくる。その女を通過して。きっと先輩もこれを見たのだろう。モニターを元の状態に戻し、私は次のバイト先を探すことを決めた。結局その後、大学を卒業するまでの2年間、その店で夜勤を続けることになったのだが、その間、オーナーや後輩たちにそれとなく聞いてみたが、変なものを見聞きした人間は誰もいなかった。ふと、その姿をたまに思い出すことがある。その度に鳥肌が止まらない。膝まで届く、黒く長い髪。明らかに異様な格好で壁に張り付いていたようなあの姿。あれは一体何だったのか。もともと、先輩についていたものだったのか。あるいは、先輩についていったのか。見えないだけ聞こえないだけで、今でもあそこにいるのか。今となっては、もう私には、何もわからないのだった。